おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんに行ったらですね、今活の新製品が発売されてましたよ。一つ買ってきてみました。これ。激アサ2のフットマジック。オーバー1メーターダイバー。こんな激アサ2のですね、ちょっと違うモデルっていうのが並んでいたので、早速買ってみたんですけども、価格が税抜きで1800円、まあちょっとお高めですけどね。でこんな感じで裏には説明書きがあって、フットマジックっていうことで、じゃあ早速開けてみたいと思います。ほっ、こんな感じ。まあ基本的にはあんまり外見の見た目はどうでしょうか、変わっていないのかな。でカラーはこれすげえな、豆かしい 3DR ゴースト川口っていうことですね。で長さが 10.5 センチでウェイトが 11.5 グラムということで、うわーどうですか、いくつか金黒っぽい色とか、あとは白魚っぽい濃い色とかですね、選べたんですけども、このカラーがすごい生魚っぽいっていうことで、こういったリアルプリントのミノをあんまり、持っていなかったんで買ってきてみましたが、なかなか開けてみるとさらに生めかしい感じで、ちょっとお気に入りのミノになりそうですが、そうですね、じゃあ前のやつ、今もあのこの春先のよく使う用ボックスの中にやつ、フットマジックじゃないやつですね、持ってるんですけど、これとか、あともう一個、あ、これ、よいしょ、これが一番最初、まあだからボディの形はどうでしょうか。あ、リップが若干大きくなってますね。こっちがフットマジック、こっちが、一番最初に出た激アサ2で、若干リップのサイズがアップしていることによってよりちょっと潜るようになってるのかなというところと、アイの位置は変わらずですね。で明らかにまあ手に持った状態でこっちのフットマジックの方が少し重いです。まあ、簡単に言うとボート用にもうちょっと激アサ2より潜るようになって、であと浮き上がりが若干重くしたことによってゆっくりに、でもこう激アサ2の特徴のプルプルってこうすごいシミーライズアクションですかね、ローリングしながら浮上していくっていう動きを殺さないんだけども、まあゆっくり浮上していくようにチューニングされたのがこのフットマジックみたいですね。で実際にこっち使って何匹か魚釣ったんですけども、やっぱり確かにですね結構高速浮上なんですよね。浮力が高くてオリジナルの激アサ2は結構素早くふわーって上がっていくので、まあそういうのに反応しやすい魚を狙うときはとてもベストだと思うんですけども、若干ですね速くて、でこういうのが出るってあんまり知らなかったんで、もう一個買ったオリジナルの激アサ2に実はですねこんな感じで自分コイル重りを針に巻いてみたんですよね。サスペンドまではいかないけど結構、そうですね、ワンテンジュニアとかああいった感じのスローフローティングのミノっていうのが結構好きで、まあジャストサスペンドしてなくても、いいやって感じで、ゆっくり上がるミノーが好きなんでそうならないかなと思って、結構前フックと後ろフックに
こう糸おもりをですね巻きつけてみたんですけども、激朝2ですね、すごい浮力が強いんでこれだけ巻いてあっても結構早く上がってくるんですよね。うん。で今回あのハワイなんか行って、ピーコックバス狙ってる時なんかはスローフローティングサスペンドっていうよりも若干沈むルアーに反応が良くて、だからサスペンドルアーとかこの激朝2、これでも1匹だったかな、ピーコックは釣れたんですけども、あとスモールマウスとかは結構早巻きの浅いところを狙う釣りだったんで、効果的に釣ることができたんですが、狙いのですね大きな魚っていうのは全部スローシンキング気味のルアーですね。最終的にはシーバスルアーまで使ったんですけども、そうですね X80 ジュニアのシンキングソルトウォーターのゆっくり沈むようなやつをパンパンって上にジャークしてフーパンパンフーって感じでこう沈む時と、浮上でギラッて一瞬素早く動かした時だけパコって食ってくれるっていうような状況だったんで、なんとか激朝2でもそういった動き出せないかなと思ってこんなことしてみたんですけどね、見事に高浮力の効果ですごい速さで浮いてきちゃうんですね。で困ったなーなんて思って、まあ、日本に今回帰ってきたんですけども、ちゃんとこういうのが控えてたんですね。これだったらまあ板おもりとか、あとはコイルの糸巻きおもりこういった感じで巻いたりすることによってちょっと沈みのスピードをさらに、コントロールできるんじゃないかな。でこのオリジナルの状態でもなんかすごい飛びそうですからね、すごい大期待しておりますが、まあそんなようなフットマジック買ってきてみました。で裏に説明書きがあるので、まあどういう感じか読んでみたいと思います。トーナメント仕様の激朝2チューンナップモデル、プレッシャーの高い水域での1段深めを攻略するもう一つの激朝、激朝2フットマジックっていうことで、1段下なんですね。ちょっとこのオリジナルより少し深めを狙っていくためにチューンナップされてるっていうようなことが、見出しで書いております。おかっぱり目線で一から開発されたライズアップ系巻きミノの最高傑作激朝2アライブローラーをトーナメントプロの要望で競技仕様にチューンナップ。パワーとキレのあるハイピッチタイトローリングアクションはそのままに、先行深度と食わせの間を取る浮上レートをウォーター向きに再設計しております。先行深度は激朝 2AR の80センチ未満に対し、フットマジックは程よい巻き感で最大 1.2 メートルレンジまで先行、ポーズや障害物にヒットした後の浮上をシミュライズ効果を失わない範囲でスローライズ化、トーナメントのプレッシャーや急激な水温変化でバスが積極的にルアーを追うことを躊躇するような状況でより食わせの間を与え、ピンスポットでじっくり誘える能力を、つけております。そしてオリジナルフットマジック130との最大の相違点は、130の直線的な巻き箕面の威力に加え、ひねりの入ったキレと静止制動力のあるダート性能を同時実現しているところ、クラッキングのような巻き箕面だけでなくジャークベイトとしてアングラーのさまざまなテクニックに応えてくれるのが激朝2フットマジック最大の特徴です。適応シーズンは春のワカサギ接岸時期はもちろん、岩盤地帯やフィーディングシャローをライブリーなシャロークランクとしてオールシーズンその威力を発揮してくれますっていうことで、結構いろいろな言葉で書いてあるんですけども、このオリジナルがまあ80センチより浅いようなより浅いところを攻めるのに対して、こっちのフットマジックはチューンアップして 1.2 メートルまで潜ることができるよ。このリップの形状とかの違いが微妙なこの違いですけどね、ここら辺によって若干潜るようになってるよっていうところと、あとは浮き上がりが若干スローにオリジナルよりもゆっくり上がるよってなってるところが書いてありますね。あとはまあオールシーズン使えるよということで、ワカサギの今ちょうどですね、ワカサギの接岸のシーズンで南風が吹いた時とか、あとは風がこう護岸に岸壁にぶち当たってる時に、
いろいろ吹き寄せられたりしますけどね。あとはまあシラウオパターンなんていうのも霞ヶ浦とかあったりしますけども、まあ結構これとこれ2個持っとけば、ほんと箕面って微妙なレンジの違いで食い上げてくるところが、こっちだと食うしこっちだと食わないしって結構あると思うんですよね。だからいろいろなメーカーの箕面を持っていくことによってそこら辺を調整していたんですけども、まあ今勝のこの2本でちょっと調整できるよっていう、まあその他にも結構春先のボックスの中には往年の名作ですよね。これちょっと潜り込むビーフリーズですとか、あとはコンパクトボディに3本も針がついているんで、薄がかりとかも鬼フッキングできる。で結構これ見た目より沈むアシュラとか、まあ、アシュラとかの方がちょっと若干深くなるんじゃないですかね。それよりまあ下の段とかだとソウルシャットとかいろいろありますけどね。あ、これがいたな。まあこいつですよね。こいつがまあここの間っことかに入るのかな。そこより沈んでくると救われるとかですかね。まあまあこんな感じで、そのどこら辺に吹き寄せられてるかによっていろいろ箕面を使い分けることによってバス狙ったりするんですけどね。あのサスペンドプラグもう十何年かずっとブームですよね。春先といえばピタッと止まる、サスペンド箕面、これでまだ若干追い切れないバスを、狙うっていうのがずっとの流行りでしたけど、最近はこういったオールシーズン通して、まあ、若干こう浮き上がりのアクションなんかにも反応する魚がいるよっていうのが、一般に流行ってきているので、まあ、こういったシミライズアクションをする箕面っていうのも増えてきたわけですね。まあ、ここら辺でまあちょっと実調の方でですね、なかなかバス釣りおかっぱり行けてないんですけども、まあ、こういったのとかこういったののサスペンド箕面じゃない、フローティング箕面で狙う、そうですね、春先からアフタースポンぐらいの釣りなんかもぜひご紹介できたらなと思うんですけども、はい、まあこんな感じでいろいろ箕面とか使って釣りしてるんですけどね。重さちょっと測っときますかね。書いてありましたけども、こっちにちょっと行ってもらって、はい、じゃあこのですね、今勝の激アサ2フットマジック、チューンナップモデルっていうことですけど、何グラムでしょうか。 11.5 グラムっていうことですね。で、せっかく横にいるんでこのオリジナルの激アサ2も測ってみたいと思います。10.9 って表示してますね。だから、ほんと気持ち重くしてるって感じですね。そんなにこっちが、まあ、11.5g のオリジナルが 11g って表示されましたね。まあまあまあ 0.5g ぐらいのほんと微妙な、ほんとチューニングって感じですね。でもまあリップなんかは作り変えてるんでだいぶ動きは変わってくるんじゃないかなといったところで、で、あとはフットマジック、これ何グラムくらいになってた。あー、一番重いですね。板重り仕様は 12.8g なんですけども、それでもかなり浮き上がり早いっていうぐらい早かったですからね。まあこんな感じで、なんだろう、どうなんだこうか、こんな感じで3本、まあ板重り巻いたり、もともとチューニングしてくれていてリップの形状が違ったりオリジナルだったり、まあこういった感じで、3本ぐらいですね、使い分けながら、これからのシーズンのバスを狙っていければなぁなんていう風に考えております。はい、というわけでですね、今日はあこいつですね、今勝の激アサ2フットマジック、
これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。